高知市の国分川沿いに伸びる南北の敷地が緑に覆われた魅力あふれる広場に大変身です。ここはイベントなどで使われる多目的広場です。そこにはさくらビレッジの文字が。この中心には桜のマークが描かれていて、この南北に子どもたちの夢の遊び場が広がっています。桜ビレッジとは中四国でパチンコ店や飲食店を展開するセントラルグループが作った複合施設です。広大な敷地には今年4月海老の丸にオープンした姫和湖の湯が、さらにその北側に桜パークが新たに誕生しました。桜パークの広さは南北に860メートル、面積はおよそ6700平方メートルと公式の大会で使うサッカー場より広いんです。当社の地域貢献の事業の一環としてこちらの施設を建築いたしました。ここには主に3つの広場があります。円形の芝生の中心にはですね、こうした四角い鉄製の蓋が何箇所にも設置されています。この正体とは、夏場は子どもたちの歓声が響き渡り、親はこの芝生に座ってその笑顔を写真撮影、貴重な水遊び場となりそうです。また子どもたちが飛び跳ねて遊べるふわふわドームもあります。その隣には子どもたちが小さなお山を駆け上り、消えたかと思うと土管をくぐって、こんにちは、こんな姿が見られそうです。またこちらは5匹まで同時に入れるドッグランです。犬専用のシャワーもあり、隣では訪れた人たちも手洗いができます。さらに敷地沿いには桜パークの由来となる140本のソメイヨシノが春を待ちわびています。春は緑の芝生にピンクの桜、青空と国分川沿いの新たなお花火スポットとして皆様に楽しんでいただける空間になると思います。子どもも大人も楽しめる新たな花見スポット桜パークは来月3日にオープンし、日の出から夜9時まで無料で利用できます。